見てください、使ってたチークがこんなに粉々になっちゃって、持ち運び不可になったから家でしか使えないっていう。なんか何回も落としちゃって粉々になっちゃった。だからお家でしか使えない粉々チーク。うん、こんばんは、やすさん、くま、ありがくま、ありがとうございます。なんか顔白くない今日、すごい恥ずかしい。ありがくま、え、なんか顔白くね、さっき化粧直ししたからだ。まあいいやちょっと気になるけど、え、中さん、ハートありがとうございます。こんばんは、ヤシタンさん、ハイビスカスありがとうございます。ミニさん、ハートありがとうございます。今日は、あ、ちょっと画面汚くない、なんか画質悪くない、 iPod だからこのくらいの画質が普通、なんか拭きたいけど拭くものがない。あ、ちょっとメガネ拭きで拭きます。クリアになった。あ、そうそう、今日は、あ、ちょっと待って、リップが薄いからやっぱりリップ塗ります。今日はね、今日はネイルを変えました。でもあの、ちょっと聞いてほしいんですけど、なんかめっちゃね爪が伸びてて、なんかもうこれ以上伸ばしてたら折れそうなので、ちょっと変えてきました。でこれがね、こんな感じ、結構シンプルめなんですけど、めっちゃシンプルで可愛い、これもめっちゃ可愛いんですけど、そう、これだけでも可愛いじゃない、キラキラもちょっとついてて、で可愛いんですけど、本当はあのもっとラメラメにしたくって、もっとラメラメにしたかったんですけど、こう初めて行ったお店で買ってもらってて、あ、じゃあラメ入れると、あ、でこのさ、スパンコールっていうのかな、こういうキラキラもやりたくて、ラメもやりたかったんですよ。で、まあ、キラキラはまあ絶対やりたかったからいいんだけど、ラメを入れるとプラス〇〇円なんでって言われて、ひじりちょうど今節約始めたところで、その今最近お金ないから、最近っていうかないんだけど、別にずっとで、お金がなかったから、あ、じゃあ大丈夫ですって言って、このシンプルになっちゃった。可愛いんですけど、ちょっと悲しかったです。ラメつけたかった、ちょっとケチってしまった、本当お金なくて、お金ないけどネイルにはいけど、ケチっちゃった。そう、でもあのこのスパンコールみたいなやつも追加料金だけど、これはあった方が、あ、本当はラメかこれかだか迷って、2択に迷って、でもこっちにしましたっていうシンプルなネイルで、だからクリナとかみたいに自分でできたら一番コスパいいんですけど、本当自分でできないから、ちょっとお店に頼るしかないんです。でネイル本当に高いから、みんな肝に覚えておいてください。女の子ってマジ高いんですよ、美容代、髪詰めるのもさ、爪やるのもとかいろいろあるよ、皮膚科に行ったり大変です、お金がかかるんですよ。でもそれで私お金ないとか言ってても、なんかネイルしてる理由は、誕生日くらいの生誕祭くらいの時に初めてお店でネイルしてもらって、したら落ち込んでる時にこう爪を見ると、なんかちょっと、え、可愛いとか思って、ちょっとあの明るくなるんですよ。それでちょっとやめられなくなりました。そう、もでもさね、これ爪見ただけでちょっとさ、ポジティブ思考になれるならやっちゃうよねみたいな感じです。タレゾウさん、ハートありがとうございますミニさん、ハートありがとうございます。
海賊さん、ハイビスカスありがとうございます。タナさん、トロピカルジュースみたいなやつありがとうございます。こんばんは。そうだから本当は自分でできるようになりたいけど無理、なんか道具揃えるのも大変だし、多分ひじり待ってられない、自分でやったら。そうめっちゃね、あの A 型みたいな、 A 型みたいなっていうか A 型っぽく几帳面だったらよかったんですけど、 O 型で大雑把なんで絶対に自分でできない。中身ボッサボサ。ヤスさん、トロピカルジュースみたいなやつありがとうございます。ひろたんさん、ハイビスカスありがとうございます。やっぱり今トロピカルキャンペーン中、あ、テロップとか最近やってなかった、はいさーいってしとこ。今日はまあそんな感じの日でしたね。で、100均行って洗濯ネットを買って、洗濯ネットと何買ったっけな、なんか買ったんですよ。洗濯ネットと、あ、メイクブラシの洗う洗剤と買ってきて100均で、で帰ってきた。うん、そう、ネイルマジ自分でできるようになりたいけど無理ですね。なかなか大変です。でも可愛いからやっぱ気分上がるから。美術部だったからできるようになって、いやもうこれ細かすぎて無理なんだが、美術部とかってもうでかい絵にベーって描けばいいんだけどさ、こんな細かいのちょっと多分絶対ひじりイライラするんですよ、こういうのうまくできなかったら。そう、 A 型はマジで大雑把です。あ、 A 型じゃない、 O 型、あ、これ全国の O 型に謝るけど、でも私も O 型だから別に発言権はあるんですけど、 O 型はマジでちょっと大雑把がちで本当に大雑把、大雑把パパで、もう何もかも適当にしちゃうんですよ。だからこんなチークも粉々になる、大雑把にしてるから。チークを出します。メンバーカラーは薄紫、白、黄色でいいんだよね。だってあ、今回の周年だっけのグッズはそうですね、薄紫と白と黄色。薄紫がひじりが好きな色で、黄色はペンライトで、白はなんかその2つに合う色を探したら白になりました。でピンクもペンライトなんですけど、なんかねそういう組み合わせにしてみた。桃鉄でせっかちなのはメンバーの誰？私ですね。え、そう、せっかちっていうか桃鉄って結構桃鉄だけに集中するっていうより、桃鉄メンバーとするときって桃鉄しながら雑談とかをしてるから、みんな雑談に集中しすぎて動かなくなるときがあるんですね。でさやかとかがもうずっと話集中して動かないから、出番来たよっていうのを毎回言ってたら、もうせっかちだねってすごい言われてしまったっていう。そう、でも別にそんな怒って言ってるとかじゃなくて、順番来たよっていうのを教えてあげてるけど、ちょっと多分ちょっと言い方私強いんで、そう、めちゃくちゃせっかちの人みたいな。でもまあ早くさターン進むことには別に悪いことないからね。北さんハートありがとうございます。夜ご飯食べたよさっき、なんか白ご飯とウインナー食べました。はい、節約中なんでちょっとシンプルで。お昼はあのスタバ券使ってスタバ飲んだんで、出費ゼロで、出費ゼロっていうか、なんかみーちゃんがこの前、あのひじりが2回公演の日にスタバ券を送ってくれて、 LINE のそれをちょっと使わせていただきました。めっちゃ優しいですよね、
そう、ヘジリが目撃者とパズドラが6期生以外、6期生以外っていうか後輩以外、一番後輩の6期ちゃんは結構2回公演の子多かったんですけど、6期生以外で2回公演が多分ヘジリしかいなくて、その時にもう送ってくださって、もうみーちゃんってなりました。優しい。破壊王、え、そう、ヒジリ大型だからめっちゃ物壊すんですよ。なんか例えばの例とかが思いつかないんですけど、お母さんとかにめっちゃ言われる、あんた物壊しすぎ、破壊しすぎって、めちゃくちゃ言われる。大型だから。大型の先輩メンバー誰かのだって、え、わからないですね。あ、サヨミニーさん大型って言ってた気がする。え、サヨミニーさんさ、大型なのにサヨミニーハウスめっちゃ綺麗なんですよ。ちょっと大型への言い方悪いかもだけど、ヒジリは大型だからめっちゃ家汚いんですけど、サヨミニーさん家は大型なのに2人ともめちゃくちゃ家綺麗なんですよ。そうだから血液型聞いた時、ヒジリ絶対2人とも A 型かと思ったんです。 A 型の人って結構家綺麗だから。そしたら違った。他に大型誰がいたっけ。え、同期で大型の子とかいるのか。分からんけど、せっかちキャラだって。せっかちキャラなの私は。せっかちキャラ可愛いってよく。せっかちの人絶対可愛くないです。でもめっちゃせっかちだなとは最近思うようになって。ビーバーさん、真珠ありがとうございます。ひろたんさん、真珠ありがとうございます。これ真珠よね。白ご飯とウインナー、ローソンの100円弁当と同じ中身。え、100円弁当で白ご飯とウインナーのお弁当あるんだ、めっちゃよくない。今日はあの白ご飯はお家にあったんですよ。で、で白ご飯だけ夜ご飯食べようか迷ったんだけど、白ご飯のみで夜ご飯食べようか迷ったんですけど、やっぱなんか味気ないなと思って、白ご飯のみだとなんかあんまり美味しくいただけない。美味しいけどなんかやっぱあった方がいいなと思って、帰り道にウインナー買って焼いて、久しぶりにフライパン触った今日だから、焼いて食べました。色黒おっちゃんさん、真珠ありがとうございます。あきちゃん大型じゃないよね、だって。大型っぽい。いや、あきちゃんは絶対にひじりと同じで、多分部屋はそんな綺麗じゃないから大型の匂いがします。多分わかんない。でもなんか大型って感じするくない、めちゃくちゃ。絶対 A 型ですよ。 A 型、そう、 A 型はめっちゃ綺麗好き。あ、でもそう、 A 型でもたまに部屋汚い方も今いらっしゃいますよね。常に誰かを家に呼べばいいんじゃないかな。まあそれも一つの解決策と言いますけど、私は別に汚い状態でも メンバーとかなんか心許してる人なら汚くてもお家に呼べるんですよ。でメンバーって大体心許してるものですから。あ、これは自分で買いました。これカップ麺食べることある、だって。え、週5くらいで食べます。週4か5くらいめっちゃ食べます。ひじりカップラーメンオタクみたいな。いや、オタクまでいかんけど、カップラーメン結構一時期、最近なんか頑張って控えてるけど、結構一時期もう毎日食べてた時に、あのスーパー行ったらカップ、新作のカップラーメンがのコーナーとかがあって、あった時に、あった時があって、毎日チェックしてましたね。で、あ、新しいの来てると思ったら、もう気になったら買ってみたいなしてました。なんか期間限定のカップ麺とか。
こんばんは。まあ O 型は大雑把、 A 型几帳面、うん、B 型は何だろうね。 B 型は特殊な人が多い、 AB 型は不思議な方が多い、スピリチュアルなんか、まあ、A と O が一番多いですからね多分。ヤキさんって B 型なんだ。O じゃないんだね。あーでも B と言われたらなんかわからなくもないって感じ。いやわかんないな。いやわかんない。 O と B って紙一重ね。お昼ご飯の予算っていくらぐらい？え、日によりますよね。ひじりは友達と行くことが多いからお昼ご飯なんか外食多くなっちゃうけど、今日はスタバ券でスタバ飲みました。だから 無料っていうか、ただただこんばんは。こんばんは。なんか急に初見の方がたくさん来た。こんばんはです。どん兵衛の沖縄って食べた？だって。ああ、なんかそれ美味しそうと思ってさ、絶対食べるぞと思ったのに一回も売ってるとこ見なかったんですけど、もう多分終わったよね時期。一度も見ない、出会わなかった。スーパーでもコンビニでも見かけなかったですね。ジリは6期生の中で誰と仲良くなりたい？なんか話し合いそうな子と仲良くなりたいです。誰かな、わからないけど、話しな合いそうな子。どうだろう。でもひじりな、どうでしょうね。なんか落ち着いてる子の子方が多分めちゃくちゃひじり話しやすいので、落ち着いてる子で。誰だろう、わかんないね。むずいよねそんなの。誰でもいいんですね。誰か落ち着いてる子で。いやでもみんなと仲良くなりたいけどね。なんか仲良くっていうか、まずコミュニケーション喋りたい、お話ししたいけど、そういうのって先輩から行かないと多分お話しする機会あんまないんですけど、私から行けないので基本的に終わりでした。そう、なんか機会があれば必然って、二人きりになれば別にちゃんと話しかけれるんですけど、ひじりから普段のあの大きな部屋、大きな楽屋とかでみんな結構木ごとに固まってたり、ひじらは隅っこの方で動画で、いつも一人で動画見てるんですけど、そういう空間で話しかけに行くタイミングってなかなかない。みんな同期で固まったりするので楽屋は。やっぱりだからなんか二人きりになればね、そう話せるよ多分。誰とでも話せる、二人きりとかね。てかひじり、あ、そうひじりが最近気づいた自分のこと、なんかあのひじりはコミュ力が最近上がりましたみたいなことをよく言ってたんですけど、最近で最近気づいたんですよ。私はコミュ力が上がったんじゃなくて、話しかけに行くだけ行ってその後喋れないからコミュ力は上がってないけど、話しかけに行く力は上がったって思いました。そうだから、なんかねえねえ、話しかけに行こう、ねえねえって話しかけに行って、その後の会話がうまくいかないっていうのが最近の自分で気づいたから、別にコミュ力は上がってないけど、人見知りしなくなったけどコミュ力は上がってないって感じでした。分析しました。冷やし中華食べましたか？ひじり冷やし中華あんまり好きじゃないんですよね。あ、なんか出されたら食べるし、食べたら美味しいんですけど、自分から食べたいと思ったこと一度もないです。あ、だから食べてないです。秋服ってもうチェックしてます？だって、あ、そうだ、昨日も、あ、昨日、なんか昨日
くらいに久しぶりにお店屋さん見に、お店屋さん洋服屋さん見に行って、そしたらもう秋服になってて、あ、で昨日も言ったんですけど、私は秋冬服が大好きなんですよ。そうだからいろいろ知らん、なんかインスタとかを見てね。ひいろちゃん、あ、ひいろちゃんはだって年上なので確かに落ち着いている。誰がその中は喋るんですけど、チームももう長いこと、長いこと新チームからずっと一緒だし、誰かな、誰を喋るかあんまいないです。もう本当に終わり、あの話しかける力が、話す力がなさすぎて。ただ年齢近い子からいくと、まあ、ヒーローちゃん、うらら、サーヤちゃんとか、年下、リチャキ、リチャキの同世代って他にいないんですか？リチャキ世代、リチャキの同い年の子って、その1個下は何？今高2の子って誰だろう？レイヤちゃんとか？レイヤちゃんって高2なのか分かんないけど、多分高2だよね。まあ分かんないですね、ちょっと難しい。あ、リンカちゃん、リンリンリンカちゃんは、あのキャッチフレーズが好きです。大きな目、キラ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 。ひじりの一個下世代ってリチャキと、リチャキ一人なんかな。なんか鼻がめっちゃ詰まってきた。息が鼻詰まってる時喋りにくくない？なんか今すごい喋りにくいんですけど。あ、そう、先輩とはめっちゃ最近ご飯行くこと増えて、この前も、あ、二人っきりはあんまないけど、この前エレタンさんとクリナと行って、あとは秋吉さんとリチャキともご飯行って、なんかね、そう、先輩とは行く機会増えたんですけど、ゆうしゅんさん、ハイビスカスありがとうございます。そう、3期生さんとかすごくお話しやすいですね。宮古島では冬服も半袖だって。いや、そんなことはないよ。あ、トレーナー1枚くらいかな。あの、だからみんなが、福岡県民とかの方がダウンとか着ていって、福岡の方とかがダウン、福岡県民、福岡や東京がダウンを着て外に出ている時期に、宮古島はトレーナー1枚とか、まあそれだとちょっと寒いかなって日もあると思うけど、だいたいトレーナー1枚でいけるっしょ。わかんない、ちょっと寒いかも、トレーナー1枚は嘘だけど、ほんとそれくらいです。あの、ダウンとかコートはいらないです。パーカーとか。ハイジリは秋冬が好きです。季節、洋服サイズは、お洋服は M サイズ、M かな。まあ、M ですね、身長的。どこのブランドが好きとかありますか？何系ファッションが好き？そう、だから本当に詳しくなくてね、これがね、これがおしゃれにならない原因なんですが、そう、ニコルンさんのブランドか、ね、本当にブランド、あの、マウジーかわいい。何系ファッションかは、私は系統がないです。なんか系統決まってるメンバーとかめっちゃ憧れるけどね。
系統がしっかり決まってるメンバー。カレンレンって何歳？あ、高2だよね、カレンレンって。おー、高2だよね、確か多分。まあでも無理やり仲良くなる子を探すのはあれですよ。無理やり子を探していくよりも自然と、あ、この人と話し合うかもみたいなこと仲良くなれたらいいですね。はい、まあ時間をかけて、時間かけていきましょう。でも6期生多分ね、先輩壊す、あのさ、ひじりが入ったばっかりの頃とかさ、先輩怖い、怖い、本当は優しいんだけど、なんかはな、あの、話す機会がないから怖く見えてしまって、なかなかお話も、まあ、人見知りもあってできなかったんですけど、多分6期生って5期生とか見ても多分怖いと思わないでしょ、絶対5期生は怖くないでしょうね。そうだから多分5期生とかにそういう怖いとか、そういう話しにくいとか、なんかコミュ力高い子多いし、多分6期だから、なんかきっかけあれば話せそう。なんできっかけ待ちで、え、そう、もつ鍋美味しそうでしょ、ストーリーにあげたもつ鍋、もつ鍋食べたい、もう毎日もつ鍋でもいい。あんちゃんの配信見たけど声すごかった。え、どういうこと？風邪ひいちゃったみたいな。え、ひじり今鼻声？分からんな。自分的にはめっちゃ鼻声。ひなちゃんやいくのちゃんに話しかけに行ったら、いや、ちょっと分かります、無理かも、無理かもっていうか、あのコミュ力あったらどんどこどんどこいけるんですけど、そう、あのね、ゆいなちゃんといくのちゃん話しかけたとして、多分ひじり言葉聞けない、二人の声聞けないまま終わっちゃうので、二人の声が聞けるようになった頃合いを見たら、そういう時期が来たら話しかけに行きます。そう、返事欲しい。あの、ひじりも返事できない、返事できないっていうか、ひじりもそう、あのね、慣れてないこと上手に話せる方じゃないから。でもゆいなやいくのちゃんはもうたくさんの先輩と仲いいから、そう、私はね、行かなくてもみんなと仲いいので。ちょっとだから2人がおしゃべりになってきたら話しかけに行こうと思います。北海道38度、やば。オホーツク、あ、聞いたことありますね。38度、北海道、やば。なんで北海道がそんなに暑いんですか。福岡でも昼間33とか34とかなんだけど、そんなに暑いんや、北海道って。すごいね、夏は暑くて冬は寒くて大変すぎませんか。宮古島って晴れたら台湾見えたりする、だった。え、そんなことありますか。台湾見えるかな。え、眼球？肉眼？肉眼では難しいんじゃない？でもどっかの海の端っことか行ったら見えるんかな？これは、くまくま？ちょっとコメント一回上まで行きます。あ、
クマクマタワー、クマサングラス、なんかパリピクマタワー、ハワイアンクマタワー、タナさん、ハワイアンクマタワーありがとうございます。あ、これクマタワー、キラン、なんかめっちゃパリピじゃないですか。あ、クマタワーありがとうございます。超パリピ、イエーイ、アロハーって感じで、ありがとうございます。タナさん、めっちゃパリピですね。海にいそう、このクマタワー。あ、爪がキラキラ、ありがとうございます。シェイシェイ昨日目尻シェイシェイ出て、シェイシェイです。あ、間違えた、またなんかショールームの画面がちょっと大きくなっちゃった。あ、戻ったもん。これで私もパリピになれます。ひじりってさ、陰キャでも陰キャでも陽キャでもないんですよ。だからこのパリピクマからパリピになろう。ひじりってさ、陰キャなんかな、陽キャなんかな。陽キャじゃないよね絶対。え、どこまでコメント読んでたっけ。奈良も寒いでしょ、だって誰が洗濯員や。あ、これ家で一人でやるとめっちゃ声量ちっちゃくなる、ちょっと恥ずかしくて。やっぱちょっと誰か相手が いないと。靴は興味ありますかって、どういうこと。あ、でも、あ、まあいい、なんでもないです。なんか、あ、なんでもないです。とか、なんか、あの去年か一昨年くらいに買った夏のサンダルが、あの今年破壊しちゃって、壊れちゃって悲しかったです。お洋服は通販で買うこと多いの？いや、あんまし、あ、なんかグレイルとかさ、安い、なんか店舗がない安い、あ、のとかは通販買うし、あとそのニコルンさんのブランドとか、なんかちょとか、あの店舗がないやつとか、わかんない、店舗ないあるのかないのか、でも福岡にはないやつとか、福岡に店舗ないお洋服屋さんいっぱいあるから、そういうのはあんまいっぱいは買わないけど、買うときはあります。HKT は今まで沖縄出身ひじりんさん一人だけって。あ、そうです、イエーイ、はい、さーい、私が声のトーンが、私は一人です、私一人ですね、 HKT ではね。またコロナ流行ってる。そうなんだ。皆さんもお気をつけてください。コロナまた流行ってるの。あれは大変だ。ポアロンさん、ハイビスカスありがとうございます。友達握手連れてくとみんな楽しいってハマってるから。え、本当？よかった。え、もう初期のひじりのおしゃべり会はガチあれです。もうダメでした。ダメでしたっていうか、多分人見知りしてたよね、多分ね。バカバカです、私は。でも今はちゃんと人見知り、なんかだからお仕事は当たり前だけど、やっぱそのお仕事以外でもさ、コミュ力って欲しいもんですよ。誰が後輩と話すよりおじさんと話す方が楽、簡単だよ確かに。だからいずれ後輩がもう今この世界で一番あのコミュニケーション取りたいけど取り方がわからない人類が後輩なんですよ。もう先輩話せるでしょ、で友達話せる、初対面の人も別に話しかけれる、そんな話の先が生むのが苦手なだけで話しかけることができるんですよ。だからあとはもう後輩だけがどうしてもなんかグイッといけなくてね。って感じの。今年は9月も真夏らしいわ。え？ひじりも9月に着たい服
があったんですけど、長袖で、ね、なんかそうジャージ、可愛いジャージがあって、可愛いジャージがあるんですね。それをもういじり、今着たくて着たくて仕方なくて、でも今長袖暑いじゃないですか。でも着たくて着たくて仕方ないから、もう明日にでも着ようかなって思ってるくらい暑いけど可愛いから着たくてなんですけど、そんな9月も真夏とか言われたら、もう暑いけど我慢して着ていこう。そんな10月まで待てませんもん。11月宮古島、あ、11月は宮古島はまだ海入れると思う、うん、寒いかな。いや入れるよね、入れるっしょ。11月って何がある、宮古島海は入れそうだね。え、もう夏と思ってもらって、多分12月の入ったら多分ちょっと寒いけど、宮古島は湿気が少なそう。え、宮古島湿気やばいよ。もう、ああの沖縄行った時にみんなあると思う、体験したことあるかもなんですけど、あの沖縄着いて飛行機降りた瞬間、飛行機から飛行場にさ降りた瞬間がもうもわっとして、なんか違う空気が流れてくる、飛行機の中とは。もう湿気えぐすぎて、沖縄着いた瞬間なんかもっていう空気になって、うわやば沖縄だって。だからひじりお正月、毎年お正月しか帰ってないんですけど、もう飛行機からこう降りたらいつも正月なのに、そんな真冬なのにもわってきて、あ沖縄だみたいななりますね。多分湿気すごいですよ沖縄は。パリピ孔明知ってますよ、見てた。さサーファークマタワー、あサーファークマタワー、え、これそんな名前なのこのクマ、サーファー、あ本当だ、サーフィンボード持ってる。こんばんは、カラオケだと盛り上げ役、あひじりは仲いいこと行くと盛り上げ役だけど、別に仲良くない、仲良くないっていうか、なんかそんなまだ親睦深めてない子とカラオケ行ったら何にも歌わないです。ひじり一番嫌なタイプだよね。でも本当に仲良くなって心許して、そのメンバーとかじゃないともう盛り上げ役回れなくて、多分ひじり超別人なんです。だからメンバーの前のもめっちゃひじりと、例えば学校の子の前のひじりはもう別人、あでも学校の子でも仲いい子の前ではもう 100% ひじりだけど、そんなまだ話したことない子とかもひじり 20% くらいで、もう全然別人ですよ多分。あもうあはいみたいな、だからもうそういうところだよね多分。もう本当にちょっと、カフェの店員さんと気軽に話せるだって、話せますよ。だから知らない人とめっちゃ、ひじりめちゃくちゃ知らない人と話せるんですよ。もう話しかけれるし、優しかったら話し、対応優しかったら話しかけれるし、あ相当怖そうな人だったら話しかけれないけど、普通に話せると思う。でもカフェの店員さんとそんなおしゃべりする機会なくない？あでもスタバの店員さんとかに、あこのギフトがあってこれ使い切りたいんですけど、どういうのがおすすめですかは聞けますよ普通。それコミュ力とか関係ないと思うけど、それは聞ける。初期の頃から握手会行ってたけど普通に話してた。え本当ですか、それは良かったです、良かった、初期から普通に話してたんだ私。11月は多分海入れるけど、もし冷たかったら本当にすいません。でもひじり的には行けると思う、宮古島の。え、すごいこのきらめきが、見て、あすごい、あこれ大丈夫ね、指だ。このきらめきがピアスと同じきらめき。
25の公演東京から見に行きます、ひじいちゃんコールしますだって、まあ、ありがとうございます。 25? あ、パジャマでドライブ、あ、25の私の15どこのポジションかな、今言わないけど、うんうんうん、あ、25ってこの日か、やばい、声がおかしい、25ってあれじゃない、25のメンバーパジドラ25のメンバーも出てますよね、さすがに。25はあれじゃん、さえちゃんがパジドラに出ますね久しぶりに楽しみですね。カルーナームールの通販サイトでひじいちゃんに似合いそうなデニム見つけたけどプレゼントの上限超えてたって、あ、お気持ちいただきます、ありがとうございます。可愛いよね、あの服屋さん。で、確か店舗がないんですよ。東京にあるのかな、東京にあるんだったら東京行った時とか行ってみたいですけどね、ない気がする。ね、店舗まだなさそう。あるのかな、あるんかな、わかんないけど福岡には絶対ないので、そう、福岡意外とさ、そう、エモだ、あ、エモだめっちゃ好き、あのエモだとか、そういうさ、マージーとか、なんかあのもっと王道なんか有名なさ、ナイスクラブわかんないけど、そういうのパルコとかに、パルコじゃない、あ、パルコとかソラリアとかに詰まってるんですけど、そう、意外とね、ないものもありますよね。でも大体キャナルか天神にありますよね。博多か博多駅かキャナルシティか天神で揃う。でも私はトスのアウトレットに行きたい。っていう、アウトレットマジで行きたい。なんかね、あのアウトレット行きたいんですよ。あのトスの、トス、やっぱ佐賀ですっけ、あれ、あれ公務がない、佐賀県、佐賀県がトスなんで、まあ、しかもアウトレット行ったらわかんないよ、買うかわかんないけどさ、いっぱい買う可能性もあるじゃないですか、結構パンパンな、 たくさん、そしたらさ、車じゃないとやっぱり行きにくくてですね、そうだからやっぱ行きたいけど、ちょっと交通機関じゃ行きにくいから、 IKEA とかもね、お母さんがやっぱお母さんみたいな、車運転できる人はすごい。あ、ひじりは、そう、髪の毛はもうちょっとしたら染めるかもみたいな、もう暗いのは嫌ですから。でもブリーチできないんですよ、ひじり、本当にブリーチしたくて仕方ない気持ちは山々なんですが、あの色毛矯正をかけてて、なんか色毛矯正はやっぱブリーチと共存するのは無理だっていうのをいっぱい聞くので、無理なんです、なんかね、髪の毛が終わってしまうらしい。でもさ、宿毛矯正じゃんやめるみたいな感じになるじゃん。でも私は宿毛矯正やめたらもうあのクセっ気すぎてマジやばいのでやめれません。ということで私は一生ブリーチできません、泣ける。なんか若いうちにめっちゃ明るい髪たくさんしたかったんですけど、最近金縛り、あ、最近金縛りならなくなりました。あ、いや、なんか前は週に 4,5 回マジで、あ、でも毎晩とか本当に一晩で3回くらい金縛りになったりするくらいめっちゃなってたんですけど、1年前とか。最近はね、月1とかくらいでめちゃくちゃ減りました。ララポートは、あ、ララポートは
なんかオープンしてから一回行ってから行ってない。ララポートって 1,2 年前くらいにオープンしたよね。で若菜となんかオープンしてすぐくらいに、オープンした何日か後かに若菜と一緒に行って、あガンダムだって言ってガンダム見て、しかもオープンしたばっかりだったからめっちゃ人多くて、1時間くらい待って若菜とハンバーグ食べて帰りました。博多駅、あハンバーグ食べて博多駅で、帰りに博多駅でパンケーキ食べて帰った。で、まあ博多駅で行っかみたいな話になって、それから行ってないです。ララポートなんかちょっと なんか謎なところにあるよね。あマークイズみたいな、マークイズもちょっと謎なところにあるじゃないですか。そんな感じでララポートもちょっと謎なところにある。なんかやっぱ駅、なんかでかい駅、大きな駅のところが行きやすいですね。天神博多とかね。ひじいちゃん昨日ナインティーンって言ってたけど、お酒は飲まれないですね。飲まないです。ナインティーンあと1年です。だからいつも私はカルピスかコーラ飲んでます。もうあと1年だからね。でもお父さんが沖縄、お父さんお母さん沖縄だから、あの絶対強いよみたいなのめっちゃ言われます。そう、早く1年後になってほしい。だからあダメか、今年のお正月はもう帰った時にあの沖縄でお酒飲めると思ったけど、まだ誕生日迎えてないから、次のお正月であの沖縄帰った時にハブ酒みたいな、ヘビ酒、ハブ酒わかんない、別にお父さんとか飲んでるの見たことないけど、ハブ酒、あれでもヘビの味がすんのかな。アットジャムライブ時間、アットジャムライブ時間短いけど見に行く。あ、ありがとうございます。そうです、もう今週がアットジャムでございます。嬉しいです、本当に出れるのが。アットジャム出れるの嬉しい。頑張ります。大きなステージなのでパワフルに踊りましょう。リコピさん運転できるんですか、すごい。ブリーチしたい、したいけどしないです、本当にしません、一生しないけどしてみたかったっていう。なんか癖っ気ってと急に治ったりしないのかな。あ一回坊主にしたら髪質が改善されるみたいな言いますよね。やんないけど、でも癖っ気がさ、ひじり本当になんか小学生の頃髪サラサラだったのに、なんか中学校くらいから急になんかチリチリになっちゃったんですよ。急に髪質が変わったの、それが未だに信じられない、本当に。宿毛矯正もさ、まあ、年1くらいでかけるから、年1くらいでかけてるけどさ、今年は4月にかけたんですよ。そして4月にかけちゃったらもう伸びてきてるんですよ、めちゃくちゃ。だから結局朝も毎朝アイロンこわーってやって髪キシキシになりながら、もう大変です、癖っ気っていうの。こんばんは。ララポートまだ行ったことない。あ、ララポート、あ、ひじ、ララポートでもう一回行きたい理由があった、ララポートに。映画館に行きたい。なんかヨギボーに座って映画見れるみたいな、そういうララポート福岡の話だっけ。確かそんな感じの映画館で、でも多分寝ちゃうんだよね、ヨギボーに乗りながら見たら。でもヨギボーでさ、ポップコーン食べながら見れたらもう超最高だよ。そういえば昨日のイベントで、いじるは勝負の時この髪型するって解説があった。え、あ、
昨日のコンサート劇場で見るやつ。え、あれ何のコンサート見てたんですか。ヘチリは勝負の時はサイドポニーっていう。最近ちょっと髪の長さ足りなくて、前のコンサートでやろうとしたんですけど、サイドポニー髪が短くていい感じになんなくて、髪も伸びてきたからね、あのカットジャムとかでできたらいいけど。え、そう、昨日何のライブ映像ですか。ツアー、なんかのツアーだよね。ツアーってなんか一番最近やったツアーってなんだっけ。なんかしたっけ。え、ツアーはなんかコンサート結構最近多いからさ、ツアーズの幕張かとかですか。マリノワ、あ、マリノワシティ、あ、マリノワってあるね、アウトレット。そういう福岡にありますね。近いかもね、マリノワが佐賀とかより。北九、あ、北九か佐賀かマリノワか、アウトレットってそこら辺ですか。いやー、ヨギボーで見たいですね、映画。急な話が悪い。あ、でもなんかメンバーと映画館行った時にたまに座る席が、あ、映画館によってあるとこないとこあるんですけど、なんかカップル席みたいな席があって、そこにはメンバーと意外と空いてたら座ったりする時もある。結構スカスカだった。なんかカップル席って言って、なんかソファーみたいな感じで二人一つの椅子があるんですよ。そう、そういうのはね、たまに座ります。そう、メンバーと行った時はね。でも周りカップルばっかりで気まずいっていう。こっちだけあの女性同士で女性同士でっていうメンバーとさ座って、横もカップルみたいな、横も右も左もカップルみたいな。去年の幕張、去年の幕張、あ、幕張の映像、あー、ピンポンパンポンの時ね、クラス替えの。えー、もうでもあれももうすぐ1年前ですよね。やば、え、なんかチーム1になりますみたいな言われてからもう1年前、1年経つんだ。やばいっすね、早すぎ経つの。すごっ。え、ヒジルも見たいな、そのコンサートの映像。幕張、瀬戸里どんなんだったっけ。なんか十分幸せをしたのを覚えてる。あとアイア選抜、アイア CM 選抜で SNS ワールドとかしたのも覚えてる。あと博多吸血鬼、ひじり意外と博多吸血鬼があるときめっちゃあって困れるんですよ。なんかコンサートで博多吸血鬼やるときとか、あのハウステンボスとか、去年のハウステンボスのカウントダウンとか、結構博多吸血鬼折り面じゃないんですけど、なんかいつももう最近折り面ですけど何かみたいな顔で踊ってます。マリノアにペッパーランチ食べに行きたい。ハウステンボスで食べたペッパーランチ美味しかった。ハウステンボス行きたいっす。ハウステンボス行きたいね、行きたいな、遊びに行きたい。ミッフィー、ミッフィー最近やっぱまた声がガサガサ。あ、ミッフィー好きなんで私、やっぱあんま言ってないけど普通にミッフィーちゃん好きなんで、ハウステンボス行きたいな。なんか声がガサガサです、今日。だんだん何があったんだろう。
あ、なんか、なんでもない、いや、なんでもないんですけど、どうでもいい話なの。なんかさ、ひじりさ、髪の毛暗くしたんですよ、この前染めた時。そしてさ、その時に、え、暗いのもいいやんとか思ったの。でも暗いのってさ、初めの1週間くらいは、え、暗いのも意外といいなとか思ってたけど、なんかやっぱどんどん月日経っていくうちに、あ、もう明るくしたい明るくしたいと思って、飽きていくよねっていう話。どうでもいいです。博多吸血鬼、なんかダンスナンバーって何がある？ How about you 博多吸血鬼、なんかありますかね。 How about you、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  How about you ですかね。博多吸血鬼、え、結構最近の曲しかダンスナンバーないのかな。え、でも昔のダンスナンバーってありますか、ダンス曲みたいな。あ、サンヒクにもダンスナンバーちゃ、ダンスナンバーってかむずいっちゃむずいけど、ダンスナンバーじゃないか。ヘジリー、ハーバーというハーバーチュー、ハーバーというハーバーチュー、なんかやってたじゃん、幕張でだっけ。あ、違う、この前のハルコンか、この前のハルコン、ハルコンくらいにハーバーというやってたじゃないですか、花子さんの卒業公演の昼。そう、その時もめっちゃかっこよくてやりたいと思った。でも多分できないけど、むずすぎてかっこいい。ファーステンボスの年パスはいつまで。え、なんかもう切れてるっぽい、分からんけど今度見てみよう。もうちょいしたらランキングを読みます。なんかガサガサですね。飴でも舐めましょう。忍者みたいだって、スケスケやん。え、忍者みたいはちょっとわからないけど、これ可愛いよね、この服。イエーイ。なんか最近黒ばっか着てる。いや、黒以外も着たいんですけど、なんか何色が似合うかわかんなくなって、黒に。なんか去年とかもっとカラフルなのいっぱい着てたんですけど、本当に最近なんか、え、私って何色が似合うんだろうみたいななって、黒しか着てないです。そう、気にしすぎて黒になっちゃった。あ、 UFO 募集中ってダンスナンバーな。あれはなんかお調子ナンバーね。ダンス、え、むずい、やっぱむずいか、 UFO、 違う、むずいっていうか UFO 募集中は早すぎ。もう展開が早いったらあれしね。もうこのふりしたと思ったら次、え、なになにみたいな。しかも両手だから、ハンドマイクじゃない、あのこっちのマイクだから、あれは大変よね。あ、でもひじりは折り面だし、折り面だから振り入れもいたし、何回もしてるから多分そんなついていけるけど、折り面じゃない子たちが たまに当て込まれるじゃないですか、最近のコンサートとかで。6期生とかが折り面じゃないメンバーとかが やってて、もうみんなむずいって言ってて、やっぱだ、あれ振り入れないと早すぎて分かんないよねって思う。ジルはそう、めちゃちゃんとしっかり振り入れやったので、やっぱ振り入れ大事よ。振り入れは あるとないと全く違いますから。あ、葵さんの卒コンは全部かっこよかったですね。葵さんが振り付けしたやつ全部踊ってみたいもん、野蛮から。マストビーダーの振りもめっちゃかっこよくて好きでした。 SNS ワールドはアキちゃんが一番難しいって言ってた。絶対嘘です。もっと難しいのあります。絶対に嘘、まあ、人それぞれか、難しさは。遊びに来たよ。今まで一番難しかった曲は、ちょっと待ってよ、不毛HKT の曲じゃないけど、不毛か、ここてんの、あ、そういうこと、フェブラリー、めっちゃ激ムズです。そういうこと、フェブラリー、え、フェブラリー警報のね。あー、待って、いっぱいあるよ、やっぱ警報系はムズいです。うん、なんだろうな、難しかった、不毛、やっぱ、
か100年先もむずいな。やっぱここ点むずい。100年先もなんかリボンも意外となんか振りごっちゃごちゃになります。でもあれむずいってよりかごちゃごちゃになるって感じ。不毛100年先でもそういうことフェブラリー、目撃者も意外とむずいの。なんか愛をくれとかはしゃがんだりしてて苦しい。あ、目撃者はな、なんかむずかった。あ、わかった。ヒジリ一番苦手な曲、メロスの道だっけ。メロスの道、あの R24 に入っててめっちゃめちゃ苦手でした。そうで、しかもめっちゃ苦手で、その曲本当に一番苦手で、ね、なんか初めにやってたポジションはなんかメロスの道の時2列目とかが多い、いや1列目わかんないけど、なんかとにかく 4.5 とか端っこの方のポジションだったんですけど、メロスの道の曲の時だけどね、あの R24 の公演でなんか秋吉さんが舞台の時に秋吉さんポジで何回か出たんですよ、覚えて。その時に秋吉さんが多分センター、ダブルセンターか2番手かで、あのめっちゃ真ん中でいじる超苦手な曲で、そうめっちゃねそれ焦った記憶ある。 V 見た時にやばいこれ苦手なのに真ん中と思ってめっちゃあわあわした記憶で、 R24 はそう秋吉さんのポジはなんかその2、3回やったけど、高嶺のリンゴのイントロをなんかアクロバットの技みたいなする人でめっちゃ大変でした。もう本番あれできてたかも分からん、多分できてなかった。なんかアクロバットの謎の技、正しいやり方も分からん技を動画で見てうんってなって大変でした。メロスが私は一番苦手な振りでした。はい、あ、 UFO 募集中、そう UFO 募集中の衣装はスニーカーがめっちゃ踊りやすい、もう世界で一番踊りやすい靴、そうめっちゃ踊りやすいです UFO 募集中は。あ、でクラクションで I love you が世界で一番痛い。クラクションで I love you の MV 撮影の日に、もう一日中 MV 撮影だから朝から晩までなんですけど、朝から晩までもあのブーツみたいなすごいなんかめっちゃね特殊な形のブーツで、もうめっちゃ足痛かったですね。そうめっちゃ大変、あれ重たいんで。折り面じゃないと MV 見て覚えるの。だって基本的に公演とかも、あ、目撃者とかは初日からいたからフリーであったけど、例えばここ点、ここ点とか制服の面とかも途中からだったから、そういうリセットとかさ、いろんな公演を覚えるとき R24 とかも大体は VTR 見て覚えます。でも MV は振り映ってないところもあるから、あのレッスン上の V、 メンバーが踊ってる V を見て覚えます。だから結構大変な曲は大変、もうこんなに拡大して、だから R24 の高嶺のリンゴを覚えるときは今までそんなに動画をスローにしたことないくらいアプリでめっちゃスローにして覚えました。早い曲、そうめっちゃ大変なんですよ。そういうことフェブラリー、フェブラリー9月2日、あれあ、ここ天のメンバー出ました、もしかして NHK。 なんかさ、公演メンバーどっからどこが出てるのか分かる、私たちが把握してないからさ、言っていいのか言っちゃダメなのか、なんかもう慎重になりすぎて。あ、ここ天、そう通常公演に久しぶりに呼ばれました。ここ天のいつも、 もう卒業公演とか、あの卒業公演とか、生誕祭とかはめっちゃありがたいことに呼んでいただくんですけど、ここで通常公演は久しぶりに出ます。でもその前によりの生誕祭がある。あ、しかもその日は9月2日は2回公演です。頑張ります。
パジャントります。声遅れてる。あ、ひじりの多分 iPad がもう結構古いので3年くらい経つから買って、もう画像と声が一致してないかも。すいません。美しきもの、あ、生誕祭でセリフやりました。あれは一番緊張した。ひじりが注意されてる振り振り、あ、ひじり大体何の振り V でも注意されてますよ。あ、そう、なんか振り V ってレッスン上の V を動画に撮ってるから先生の声とか入ってるんですよ。先生とかこうワンツーとかいう声も入ってるし、あそこ違うよとかいう声も全部入ってるんですけど、ね、なんか制服の目の振り V とかでめっちゃひじり、制服の目の、あ、初期の制服の目の振り笛はもちろんいないんですけど、なんか新劇場、新劇場、いいぞの新劇場になって新しく撮ったんですよ、振り笛を。制服の目のね、ちょっと番号が変わるとか西鉄ホールとかと変わるって言って、その時にアンダーで入ってたんですけど、その時の振り、水のないプールでひじりがちょっと最後間違えちゃって、そこがめっちゃ怒られてるのが、そのまま振り V に入ってて恥ずかしい。でももう制服の目の V もう見ないから。土曜日公演か迷ってる。土曜日何だ、今週の土曜日、あ、土曜日9月2日か。あ、2回公演ここてん、でもここてんね、ここ9月2日に出て、その次またいつ出れるかわからないんですからね。やばいやばい、ここで思い出さなきゃ。でももうランキング見ます。ごめんね、動画と声ちぐはぐで、ちぐはぐ、すいません、ちぐはぐの配信になっちゃって。ランキングはもう、あちょっと喉がランキングを読みます。13位プリントさん、ありがとうございます。12位ストラトスさん、ありがとうございます。11位カベチョロさん、ありがとうございます。10位博多の DD さん、ありがとうございます。9位ユウシュンさん、ありがとうございます。8位ポアロンさん、ありがとうございます。7位ナカさん、ありがとうございます。6位キタさん、ありがとうございます。5位アンドハローさん、ありがとうございます。4位タレゾウさん、ありがとうございます。3位海賊さん、ありがとうございます。2位ヤスさん、ありがとうございます。1位ナカさん、あ、間違えた、あ、それ7位や。1位タナさん、ありがとうございます。あ、ハワイアン、ありがとうございました。ハワイアンクマさんは、え、なんかランキング変わった、まあいいや。ということで、ありがとうございました。喉がガサガサです。ということで、ありがとうございます。また、あ、待って、次はいつやろっかな、いつできるかな、明日、いや、わからないけど、明日、いや、明後日、いや、しあさって、わかんない。あ、じゃあ24、25、26のどこかでは絶対やりますね、ということにしておこう。また X にX にツイートし、 X にポストします。 X ってマジで言い慣れない。 X で報告します。あ、チャット、チャットだと多分早めにお知らせできるけど、 X だとギリギリにお知らせチャットだったら今日やるかもみたいな送れるけど、 X は時間決まったらツイートします。ということで、ありがとうございました。じゃあまたやります、配信。バイバーイ。